皆さんおはようございます。アリオです。アリオという女がいたことを覚えてらっしゃいますでしょうか？半年ぐらい動画上げられなかったので、バタバタしておりました。何をしていたかっていうと、仕事なんですけど、もうね、皆さんもそうだろうなと思うんですけど、すっかりコロナが明けてしまって、まあ、医療現場はまだバタバタされてると思うんですけど、私の仕事については、まあオンラインのミーティングがこう定着したっていうのはありますが、対面で会うこともすごく多くなったし、そうですね、外部の人とも対面で会うし、社内の人とも対面で会うという感じになりました。で、私今までリモートワークだったんですけど、リモートちょっとできなくなってしまって、っていうのは今までやってた以外の仕事もやるようになったからなんですよね。そうだから、すごい今年は大変でした。はい、大変っていうか今も結構大変なんですけど、で、先月と先々月ぐらいが本当に忙しくて、もう1日4時間ぐらいしか寝ないみたいな暮らしをしてたんですけど、そのね、忙しい期間はアドレナリンが出てるのか、もうほら、仕事は楽しいんでやらなきゃっていう気持ちもあるし、もうなんていうのかな、まあ言っちゃえばもういくらでもできちゃう気持ちなので、自分的には。なので、そうそう、ま、感覚が麻痺してたのかな、そう麻痺しちゃって、ですごくね一生懸命やってたんですけど、その時はできると思って、できるっていうか、あの結構余裕に思ってねやってたんですけど、その翌月ちょっと体調崩してしまって体調崩してっていうか、がっつり具合悪くなるとかじゃないんですけど、あのちょっと微熱が続く1週間があったりとかで、甘や無理しすぎるともう体に出てきちゃう年なんだなと思って、そう、それであの今はちゃんと寝るようにしています。はい、何を話したらいいのかな、久しぶりすぎて挨拶、この最初の挨拶もこんな感じでよかったのか覚えてないし、あと喋り方も敬語だったのかタメ口だったのかも覚えていませんが、まあ多めに見てください。で、そう、今日なんで動画撮ろうと思ったかっていうと、まあちょっと生活が落ち着いてきたから元気が出てきたっていうのと、あとはですね、私このチャンネルで編み物しながら結構いつもこのね、お茶を飲んだりお菓子を食べたりしてたじゃないですか。で、いつも、まあ、いつもって言っていいかは時と場合によるんですけれども、結構ね、秋口に私はアイハーブってご存知ですかね、アイハーブっていう海外の通販サイトで、あの紅茶をね買うんです。もう本当に10年以上買い続けてるんですけど、で今年も あの紅茶をリストックしたので、それが届いて、あ、そういえばアリオのチャンネルやってないなーって思い出したので急遽回してます。なので編み物の紹介とかの動画ではなくてアイハーブのね購入品紹介になってしまいます。でも編み物と紅茶って相性良くないですか？まあ、コーヒー派の方もねいらっしゃると思うんですけどもね、私もコーヒーは好きです。あの飲み物を選ぶ基準は、いや言葉では言えないけど、例えばだけどガトーショコラを食べるんだったらコーヒーが飲みたいし、チーズケーキ、あ、チーズケーキだったら両方いけますね。チーズケーキだったらコーヒーでも紅茶でもいいな。そうで、和菓子だったらお抹茶か日本茶を入れたいなって思うから、食べ物によるって感じですね。はい、でも何も食べないとき、例えば今朝とかはフレーバーティーを飲んでみたり、夜だったらあまりカフェイン取らない方がいい
らしいので実際私カフェインを取って眠くならなかったみたいなことがないので実感ではないんですけど、でも夜カフェインは良くないって聞くのでハーブティーを飲んだりしています。まあどうしてもあれが飲みたいっていう時があれば普通にねカフェイン入りでも夜飲んだりもしますけど、はい、ということで、まずは結構たくさん買ったんです。で今回は私は飲んだことないものを中心に買いました。でこの皆さんの中でもきっとお好きな人いるんじゃないかなと思うんですけど、私このハーニー&サンズっていうブランド、カンカンが可愛いので好きでちょいちょい買うんですけど、こちらでございます。ハーニー&サンズはパリティっていうのが有名かな。パリティはあのかのマリアージュフレールのマルコポーロに結構似ていて価格が安いのでたまに買っています。今ねストック切らしちゃってて、でもパリティはパリティキャラメルバニラっぽい感じだったかな。あでもフルーティーさもあったかもしれない。でもとにかくそれ以外のもので今回はちょっといつもは買わなかった面白系を買ってみました。面白い紅茶があると試すのが楽しいじゃないですか。で朝基本的にカフェイン系は飲むので、まあ、カフェインあれカフェイン系だけではないかな、まあ、とにかく朝私結構起きるのダラダラしちゃうタイプなので何か美味しいものが待ってるとか何かちょっとあの飲むのが楽しみなドリンクがあるだとかそういう風にちょっと自分の気分を上げる何か用意をしてあげると結構すっきり起きられたりするので買ってみました。で全部もうあの開けたんですよね確認のために。でこれは全部あのちょっとずつ友達とかお世話になってる人とかにあのちっちゃいジップロックに入れてお裾分けしたりもするので小分けのものを買いました。大好きなね銘柄はあのなんていうのかな粉ってか茶葉だけっていう感じのカンカンを買うんですよ。そっちの方がお得なので。でもこれは中身はこういう感じであのティーサシェっていうのかなになってます。でびっくりしたんですけどチョコミントがすごくチョコミントな香りがします。私チョコミントではないんですよね。そうチョコミントアイスは別に好きではなくて、でも友達ですごい大好きな子がいてその子にちょっと あげようかなと思って買ってみました。で自分ももちろん飲みますけどそのお裾分けでその子にあげたいと思います。でこれは、まあ、私がすごい好きそうっていう感じの味ですね。ポメグラネイトウーロンとブラックカラント、これはブラックティーにブラックカラントっていうベリーみたいなやつの香りがついています。カンカンがすごい可愛いですよね。私紫好きなので嬉しいです。これは多分まあでもこのシリーズのカンカンは取っとくかな。色がついてるのでティーサシェじゃないあの茶葉だけのカンカンはちょっと地味なんですよね。そうこっちは可愛いので取っとくと思います。以上、もしこのシリーズで一押しがあったら教えてください、まあ、あの王道系だと私は一通り試しているので、まあでも王道系でも皆さんが何が好きか教えていただくのは嬉しいかな。はい、以上で次はどうしよう、カンカン、まあ、カンカンにしようかな。これもちょっとさっき開けちゃっているのですが、これとこれ、こっちです。こっちはタオオブティーっていうブランドの紅茶で、紅茶っていうか日本茶もあれば中国茶もあってこのブランドすごく大好きなんですけど、ベースはどこなのかな、アメリカなのかな、 USDA オーガニックって書いてあるけど、あでもうんアメリカっぽい。まあお茶なので原産地は中国だったりアフリカだったり日本だったりインドだったりすると思うんですけど、会社自体はアメリカみたいです。
で今回はこれは初めて買いました。うわどんな味と思って買ってみました。なんか普通のルイボスティーは飲んだことあるんですけど、これケープタウンルイボスって言ってなんかスパイスが入ってるみたいで、まあ、開けたのでなんか見たんですけど、香りはねすごかった。スパイシーな感じ、スパイシーな感じだけど、うーん、許容範囲、なんかもうすごいもうインドに来ましたみたいな感じではないです。まあケープタウンなのでアフリカですしね。アフリカってこういう匂いなんですかね。私アフリカ大陸は行ったことがなくて、ちょっと行ってみたいなと思っているけれど、一人で行くのは勇気がいるな。まあいいや、話がまた脱線しちゃうから。そう、実はこのね動画を撮る前に一回思い出しがあってら動画撮ってみたんですけど、もうだらだら話してたら1時間超えてしまって、もういきなり長い動画を出すのは嫌なので、今回はこのちょっと撮り、それは消しちゃって撮り直してるんですけど、そう30分に収めるつもりでいます。はい、でこれはこんな感じです。中はねバラの花びらも入ってるし、あと見えるかな、あー見えないかもしれない、手で取っちゃおう。ほらわかります、これあれだ、なんだっけ、カモミール、カモミールです、カモミールが入っています。これってカフェインフリーなのかな、どっかに書いてあるかな、夜に飲んでもいいのかもしれない。ルイボスってアフリカの方だと結構健康茶らしいですよね。よく なんで健康的なのかはちょっと知らないんだけども、あれ鉄分が多いのはマテ茶でしたよね確か。飲むサラダって言って一昔前にどっかの日本の企業がペットボトルで出してましたよね、マテ茶は。ルイボスは何なんだろう。いや私ルイボスかマテ茶どっちか喉イガイガするんですよね。それでも遠い昔の記憶なのでどっちだったか覚え出せなくて、まあいいやと思ってルイボス買ってしまいました。ちょっと飲んで答え合わせですね、喉がイガイガするか。はい、もう一個はこれはリピ買いなんですよ。これ私大好きで、これもタオオブティー。タオオブティーってタオって中国語で道っていう意味なんですよね。タオイズムとか言うじゃないですか。だからつまりはタオオブティーっていうのは茶道っていうことですよね。茶道、日本の茶道とはまた違うよなと思いつつ、向こうでも茶道っていう言葉があるのかな。今度ちょっと中国人の友達に聞いてみよう。そう、中国人の友達がちょっと結構 いるので、この間ね話してたらすごい面白い日本との文化の違いがあったんだけども、話が長くなりそうなので次とか言うとまた忘れるんだよな。ちょっとメモしておきます。まあメモしても忘れるかもしれないけど、まあとにかくそう、これはすごい大好きで、でもバラの香りって結構好き嫌いあるし、そもそもでバラの香りが好きな人の中でも流派があるじゃないですか。好きな人なら分かっていただけると思うんですけど、私はまあ全般好きなんですけど、なんだろうな、その青臭い切りたてのバラの香りしか受け付けない人はもしかしたらダメかもしれないけど、一般的なバラの香りを楽しめる人だったらすごく気に入ると思います。ロシアのバラジャムってあるじゃないですか。まあロシアだけじゃないか、どこの国にもあるかな。バラジャムみたいな香り好きな人はきっと好きだと思います。すごく香り高いんですよこれ。もう開ける前から香りがするぐらい良くて、前のやつはもう何年かかって一缶飲んだかはちょっと覚えてないけども、うわやっぱ違う。なんかもう私のは、何年前だろう分かんないけど何年か経ってるので香りは十分強いけども、なんていうかちょっともう焦っちゃってる感じ。でもやっぱ新鮮です。花の色も赤い、
私が今手元に持ってるのなんかすごい茶番できてる気がする。早く飲み切らなきゃ、早く飲み切らなきゃって言っても本当にね、あと2回分ぐらいで終わるので可能なんですよね。これはもう多分なくなるたびに買っちゃうと思います。はい、以上で、紅茶がなんともう一つありまして、ででん、これはホワイトティーでございます。ホワイトティーはちょっと高級なやつを自宅に一つ置いてるんですけど、なんていうか茶葉スタイルで、しかも葉っぱがすごくね大きいんですよ。美味しいけど、でもなんていうの、このこれティーバッグなんですけど、ティーバッグだと持ち歩けるじゃないですか。持ち歩けるだから、会社に持って行って飲むのにいいなと思って買ってみました。はい、そう、毎朝水筒にお湯とお湯、お湯だけの日もあるけど、紅茶を入れたりお湯入れたり、あとレモンウォーターにしてみたり、水筒このね500ぐらいの水筒に入れて朝飲みながら行くんですけど、私通勤時間も今めっちゃ長くてすごいそれが嫌なんですけど、そうなんですよね、早くリモートを復活したいなっていう気持ちでいっぱいです。でもそうね、まあでも確かに、今思い返せば私のストレスのほとんどは通勤時間が長いことかもしれないな。結構往復4時間弱かけてる時があったりするんですよね。まあちょっと何通りかルートがあってそう、長い方だと座れるんですけど、でもまあ、はい、そう。でも最近はその最初の頃は頑張ってその電車の中の通勤時間を有意義にしなきゃと思っていたので、本を一冊行き帰りに読むっていうのとか、あとは映画を見たり、すごい長くて今までちょっと敬遠してた映画を見てみるだとか、あと漫画をシリーズで読むとかやってたんですけど、でももう本当に最近くたびれてしまって爆睡してることが多いですね、帰りとか特に。はい、そうで朝はそうお茶入れて飲み、ちびちび飲みながら通勤しています。でこのホワイトティーっていうのが お肌にいいらしいんですよね。なんだったかな、肌のこれって有名な話なんですかね、ホワイトティー。お茶の中でもすごく特に美肌効果がある紅茶として、あ、紅茶じゃないのかな、まあホワイトティーとして知られていて、何の肌にいいんだっけな、コラーゲンの生成とかだったかな。ホワイトティーは調べますね。ああ、抗酸化作用は緑茶の3倍で美人のお茶と呼ばれているそうです。あれ、なんかでもコラーゲンがなんとかっていうと、あと血糖値の上昇を抑えてくれるんですね。それは大事ですよね。あー、ちょっとネットが遅いな。まあいいや、じゃあ肌にいいということで買ってみました。そうそう、よく中国産は良くないとか言うけど、紅茶割と中国産あるじゃないですか。紅茶だと緑茶は日本産だけど、紅茶ってなってくるとどうなんですかね。細かいことを気にしすぎると気を病みますので、私は考えないようにしたいと思います。次はもう紅茶は終わりです。紅茶は終わりなんですけど、紅茶以外は紹介しなくていいかなと思いつつ、まあ好きな人もいるかもしれないので、はい、これはチアプディングを作る元です。チアシードってご存知ですか。結構な見慣れない人だと、うわカエルの卵みたいとか思っちゃうかもしれないけど、こういう小さいつぶつぶで水を含むと膨らむスタイルの、まあ
粒自体はごま以下の大きさなんですけどね。おで、チアシードってなんかいつから流行ったっけな、10年以上前だと思うけど、チアシードが出始めの時に一回買って、こんなもんかと思って食べてたんですけど、なんか最近またちょっとずつ名前を聞くような気がして、再ブームが来てるのかもしれない、わかんないけど、私がただ私のアンテナに引っかかっただけかもしれないけど。そうで、チアシード私は水で膨らましてヨーグルトに入れたり、スムージーの中に入れて飲んだりしてたんですけど、最近聞くのがチアプディングだったので、そういえばチアプディングってどんなだろうなと思って買ってみました。これしかもチョコレート味なんですよね。チョコレートとバニラ、普通に美味しいのかな、美味しいというな。でもパッケージがね、ちょっとおしゃれで可愛いですよね。気が利いてるっていうか。でこれも、まあ、先ほども言ったんですけど、これも私が起きるのが辛い朝とかに食べたいなと思って買いました。こうやって食べたことないものをよね、お家に用意しとくと本当に生活に張り合いが出るっていうかあの、あ、二度寝したいの欲望よりも、新しい美味しいかもしれないものが食べたいっていう欲望が勝つので、私の場合は食い意地が張っていますので。そうだから、こういうのは、まあ、自分をねうまく操るコツとして買いました。でもう一個はギーです。ギーはね、私別になんかこれ体にいいらしいんですけど、何にいいのか分かってなくて、単純に私は味がすごい好きなんですよね。すましバターっていうらしいけど、バターをすましたらこれができるのかな、ちょっと仕組みはよく分かってないけど、私はあの薄めに、あのなんていうのかな、もちもち系のパンケーキ結構好きでお部屋で焼くんですけど、まあそういうミックスを買うでもなく、単純に中にあの片栗粉入れてみたり米粉入れてみたりって、ちょっと餅っぽくなるものをただあのホットケーキっぽく焼くだけなんですけど、それで薄く焼いたパンケーキにメープルシロップと一緒にこのギーを多めにかけるのが気に入ってて、たまに買えますね。でもちょっと高いので、ギー買うとね、バターも高いのにギーになるともっと高いっていう、何か成分は抜かれているのにギーの方が高い。はい、そう、これね好きなんですよ、味が。でこのブランド何だったかな、ガーリック風味のギーとか、甘いっぽい味のギーもあって、それも試してみたいんだけど、でもなんか一気に全部買うと結構なお値段になるので、今回はプレーンだけにしました。このブランドは初めてです。いつも違う、もうちょっと安いやつにしてるんですけど、これちょっと高めだけど、今セールやってたので買ってみました。ガーリックギー、ガーリック味ギー、ちょっと気になりますね。だってギーってすごくテクスチャーが柔らかくて、パンとかにも塗りやすいんですけど、トーストにそのガーリックギー塗ってね、焼けば絶対美味しそう。はい、終わり。で次は、あ、これもね中国案件ですね。これが中国産だったのは、私ちょっと買った後に気づいてしまって若干の後悔、選べるんだったら中国産じゃない方がいいななどと思ったりしてるんですけど、まあそんなね全部悪者にしちゃいけないなと思うけど、これはなんで中国産がいけないかっていうとね、何だったかな、これね、怖い警告が書いてあったんですよね。あ、これだ。
本製品の摂取により鉛を含む化学物質を摂取する可能性があります。カリフォルニア州では鉛は出生異常やその他生殖異常の原因となることが知られてますって書いてあって、だから重金属チェックみたいなのをしてないプロダクトってことですよね。こんなにちょっとヘルシーっぽいパッケージなのに徹底してないってちょっと騙された気分なんですけど、でもまあオーガニックって書いてありゃいいってわけじゃないですもんね。オーガニックは農薬を使っていないかどうか、使っているかいないかっていうそれであって、他はね分かんないと言いつつ、でもなんかもうこの地球がマイクロプラスチック問題とかなんか最近騒いでるじゃないですか。どこの地球上のどのエリアに行ってももう汚染されてるわけだから、だからまああまり過剰に気にしなくてもいいかもしれない。まあ選べるときは選んで、選べない忘れちゃったって時はもう仕方ないというか。それでこれはあの ビーツラテを作ろうと思ってて、すごくね綺麗なピンク色のラテになるんですよね。この粉をまあ多分だけどお湯に溶いてその上からミルクを注ぐっていうそんな感じだと思うんですけど、そう飲んでみたかったから買ってみました。でも量が多いな、量が多い、全部使えるか分かんない。それで最近あるよはお抹茶を部屋で立てております。そうあの先月と先々月がすごく忙しかったって言ったじゃないですか。でその忙しかった間あの私いくつかお抹茶を出してくれるスポットをお気に入りのところがあって、その合間を縫ってちょっと一息行くのがすごくその時間を大事にしてたんです。で今日この時間まで仕上げて行くぞと思って、でいざその時間が迫ってきて、でも仕事が終わんなくて、でもえいと思って一回お茶飲みに行ったりして、でギリ間に合わなくてお店閉まっちゃったりするともうすっごくがっくりしちゃって、勝手に自分でバタバタしてやってることなのに。であのリラックスするために動いてるはずなのに逆にどっとショックでショックで疲れちゃったりしたことがあったので、なんかそうなんですよね、お店の営業時間に左右される楽しみって良くないなと思ったので、そう自分で部屋で普通に立て始めました。でもあのお作法とかはなってないと思います。はい、ただあのお抹茶のお椀に粉を入れて茶せんでシャシャシャっとって、でお抹茶の粉も今は私は低グレードのものをでエンジョイしてます。でもネットとかあと店頭で調べてお話聞いたりしたらもう本当にね高いのもあって、さぞ美味しいんでしょうけど、でも最初から高いの買っちゃったら後に戻れなくて困ったりしそうなので、そう最初はね安い本当にもう一缶 40g800 円ぐらいのやつから買ってます。あーなんかこのアリオのチャンネル見てくれてる人、お抹茶飲んでる人ちらほらいそうだな。あーすごい、おすすめのブランドを聞きたいけど聞いたら買いたくなっちゃいそうで怖いな。まだいつか聞くかもしれないんですけど、ちょっと今は聞かないときます。そうそれで話またあの脱線、あー話が脱線しちゃう、30分になっちゃうな。まあでもこれは喋っちゃおうかな。そうあのお抹茶に合わせるお菓子も、まあ、まあこんな感じでこうやってトライアンの羊羹を用意したりとかしてるけど、でもあの突発的にあんこが舐めたくなる時とかあるんですけど、あのスーパーに売ってるパックに入ったあんこちょっとなんか甘みの加減がちょっと好みじゃなかったりするので、もうついに部屋であんこを作り、でこの間は栗の時期だったから栗ペーストを作りで結構エンジョイしてました。だいたいね土曜日とかにがっつり作って置いておくんですけど、はいやばい時間がないから終わります。であとは他に買ったもの
あー、あとこれとこれとこれだ。はい、チョコレートもうだいぶ I have 十何年やってると、そうね、もう目新しいなって思うお菓子はなくなってきちゃったかもしれないもうほんと始めたばっかりの頃はもう自分のお金で買ってなくて、お父さんが買ってくれてたんですけど、そうね、もう見たことないお菓子、オーガニックのやつばっかりで楽しかった記憶があるけれども、今は一通り味見をしてしまった。でチョコレートは好きだから毎回まあ、な1個買ったり買わなかったりするんですけど、今回はこれにしてみました。アーモンドシーソルトです。アーモンドチョコ結局美味しいですよね、大好き。でもう1個がフロス。私フロスするっていう概念があんまりなくて、最近友達に「えフロスやってないの?」みたいなこと言われて、やらないいけないのって思ってやり始めました、素直にそうね、なんかどうですか、皆さん常識としてフロスするもんなんですかね。それで最初に私普通にあのスーパーとかに売ってるあの日本っぽい感じのフロスとか、あと歯間ブラシやってたんですけど、そのね、あの、まあ、指摘を受けた友達、ご両親が歯医者さんなんですけど、あの歯間ブラシはなんか良くないみたいなこと言われて、私はそれで フロスがいいよって言われて、でちらほらその後フロスを物色してて、これ結構口コミがいいっぽいので買ってみました。なんかね、私が今使ってるフロス本当に糸って言ったらあれかな、なんていうのかな、ナイロンテープのすっごく細い版みたいなやつなんですけど、これねふんわりしてるって聞いた。ふんわりしてて、しかも唾液を含むと膨らむスタイル。あ、書いてあるかな?なんかちょっと、あー見えないかもしれないけど。わかります?こう細いのが膨らむ感じ?ちょっと、開ける。まあ、まだ開けないとこ。はい、これおすすめらしいから買ってみました。で、最後これはリピート買いです。もうあの、ここ、妊婦さんいるので、あるよちゃん、妊娠したの?なんて思って、人もいるかもしれないんですけど、認証はしてません。ただ単純にこの使用感が好きで前から使ってるもので、前からって言ってもまだこれ2本目なんですけど、そうすごく伸びがいいんですよね。まああの妊婦さんが使うものが普通の人が使って悪いわけはないじゃないですか。そうそう。でこれのいいところが、あのこれはあの肌を柔らかくしてくれるんじゃないかな、多分。そうだから妊婦さんってこのお腹が大きくなるときに肌になんていうかストレッチマークですよね、ストレッチマークっていうなんか傷みたいなのができちゃうことが多いから、それの予防のために皆さんこう肌柔らかくして柔軟性を保つ何かを塗るクリームを塗ったりされるんでしょうけど、これもその目的のためのもので、本当はだけど私はあの冬場乾燥したりお風呂上がりのこう熱の蒸発を防ぐために使っていて、でこれのいいところはなんですけど、これワンプッシュで、まあ、この指の先以下だな、量としては小指の先ぐらいかな、小指の先ぐらいの量が出るんですけど、それで本当にもう肩から足の先まで濡れます。すごい伸びるんですよ。まあでもあのお風呂上がりの濡れた体に塗ってるからいいのかもしれないんですけど、まあか、うん、びしゃびしゃの体、あ、うん、びしゃびしゃの体だ、びしゃびしゃの体に私は塗っています。はい、そのね、その時の使用感がすごく好きだったのでまた買いました。はい、これオイルバージョンもあったんですけど、守りに入ってまた同じ乳液バージョンを買いましたね。オイルバージョンがなんか容器がねポンプじゃなくてスプレーだったんですよ。
オイルがスプレーで出てくるってそれ使いやすいのかと思ってこっちにしました。安全に。はい、以上です。編み物のチャンネルなのに、編み物のチャンネルなのにな。まあいっか。はい、ということでした。このあともう一本ぐらい動画撮ろうかな。1時間じゃなくて35分だ。今ちょうど35分ですね。35分に収められたので、はい、終わりたいと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。